はい、今回の動画はですね、みんな大好き麻生財務大臣の私の作った動画、こちらなんですけども、こちらの動画をご覧になった方からのコメントが寄せられてますので、そちらのコメントをねずらーっと読みながら、返信をさせていただこうかなと思っておりますので、よろしくお願いします。それではね、画面を切り替えてやっていきましょうか。ちょっとこういう風にしてここに映すようにしましょうか。ちょっと部屋が散らかっててすいません。それではね、画面をポンとそこに入れますんでね、ご覧ください。見えるかな、これでどうでしょうか。見えると思いますんで、これで始めさせてもらいますね。まず一番上のコメント、動画に対して伊藤千佳子さんですね、おっしゃる通りです、すっきりします、官邸に電話を続行しますということで、そうですね、官邸にぜひね、電話をしてください。官邸の方にやっぱり千佳子さんのね要求を上げていけば必ず届くと思います。次、カズさん、麻生大臣の発言をいちいち記事にするから本人が突き上がる、給付金すら渋るやつは仕方でいいですよねと。はい、まあ記事が出ると私がこうやって動画が作れるからいいかなと思いますけどね。私もね、いろんな記事を探してて、あったあったと思ったらすぐ動画を作ってね、みんなと一緒にこうやってコメントで盛り上がりたいなと思っちゃってるわけなんですけどね。マスコミにぶら下がるなんかね、パーソナルマスコミって感じですけどね。次、 MM さん、会社に内緒でダブルワークしてコロナ感染した人がいます。おお、大丈夫です。コロナ感染したら隔離が今でも必要なんでしょうかね。それ以前に職場に復帰した時に、なんかいろんなね、なんか白い目にさらされることが心配ですね。はい、お大事に。で、リキさん、いつもありがとうございます。久保さん、お疲れ様です。あっそう、あそう、こいつマジやばいよね、はよ財務大臣辞職してほしいわ。いや、これはね本当にそう思いますよ。財務大臣の舵取りが下手だから国民が貧しいわけですからね。国の財政を司る人が何勘違いして自分だけうなぎ食ってるのかなと。ぜひね、全国民にうなぎをおごってくれというふうなことを言いたいかなと思いますね。まあ結局現金を10万円くれって話ですけどね。はい、次、多いお茶、多いお茶、私もよく飲んでます。ずっと仕事勤めてますが、残業代がいつも丸々税金に持っていかれてます。おう、でも麻生財務大臣が裕福な生活ができるように頑張って頑張って税金を納めていますから、少しは日本国民として喜ばれる財政の提案してくださいな。あれだめこれだめばっかり言わないで、たまには提案してみたら。これだけ日本国民に批判受けて大変やけど、名誉挽回してください。これからも麻生さんに期待します、頑張れということでね、温かいメッセージとともに生温かいハートが届きそうですね、麻生さん。次、池谷さんですね、給付金がもらえると助かるけど、子供たちが大人になった時に影響があるかもしれない心配があります。だから給付金がもらえるにしても子供たちに影響がない程度で給付金が欲しいと思います。池谷さんね、実はね、給付金っていうのは国債を使って出動してるんですよね、財政出動してるんですよ。国債って実はね、私たちは借金っていうふうに思わされてましたけども、国債ってのは借金ではないんですよ。ただ通貨供給をこれだけしましたよって記録なんですよね。だからその記録を、例えば10兆円って書いたら、10兆円をそれを埋めるために10兆円払っちゃうと通貨記録が消えるんですけども、その代わり市場から10兆円消えるんですよ。ですんでね、これ全く意味がないんですよ。今はね、現代貨幣論っていうのは借金によって誰かの資産を作っているっていう風な立て付けですから、誰かが借金しない限りね、お金が市場に流れてこないんですよね。だから借金って言い方は適当じゃないんですけども、国債ってものを発行してお金を国民に配りましたよって記録をつけることによって、あとは自由に使ってくださいねっていうお金になるんですよ。で、市場に一旦10兆円ってものを放つと、その10兆円って税金で吸い上げない限り市場にずっと10兆円があるんですよ。で、10兆円が誰かが使うとしてもね、どっかの口座に10兆円が入って、そこに資産となって残るわけですよね。で、もう消えないんですよ、10兆円を財政出動したら。だから経済が大きくなるんですよね。でも税金をたくさん取ると市場からお金が消えていくんで、どんどんなくなっていくんで、財政規模はちっちゃくなります。それがデフレの正体なんですよね。うまく説明できてるかな。まあということなんでね、子供の世代に本当は月は回らないんですよ、いくら給付金出しても。でもなぜかね、そうじゃなくって、財政出動したらその分後から税金で回収するよっていうふうなのが形骸化しちゃってるんでね、これ全く意味がないですからね。はっきり言って世の中で借金してる人いっぱいいますけども、全部を帳消しにして国が肩代わりしても誰も困らないんですよ。未来永劫困らないんですよ。
だからそういうことをね、お金の勉強をして私も気づくようになりました。うん、ただ私がそう思ってるだけで、いや違うよ久保さんみたいな人が出てくるかもしれませんのでね、そういう方の考えを私は尊重します。私は私の考えを尊重して、そうじゃない方はね、ご自身の考えを尊重すると。で、少なくとも人の考えにケチをつける必要はないと思うんで、私はつけません。いろんな考え方があっていいと思いますから。で、いろんな考え方の一つの中に私の考えている現代貨幣論っていうのもあるっていうことなんですよ。 MMT でぜひね検索してください。三橋隆明さんとかね、令和新選組さんとかはね得意ですけどね、あと藤井聡さんとかですか。はい、次です。麻生やめてくれ頼む、麻生は世の中の害悪だ。おお、よく分かってらっしゃいますね。いや本当そうですよね。国彦さんね、カズさんまた書いてくださいましたね。いつもありがとうございます。上級国民には庶民の苦労なんか分かりませんよね。一月15万円で生活見てほしいですね。うん、確かに上級国民は庶民の苦労は分かりませんよね。上級国民が見てる景色と私たちが見てる景色は明らかに違います。悔しいですね。はい、平田ゆかりさん、久保さんこんばんは。本当その通りですね。官邸メールして寝ますということで、官邸にメールしていただいてありがとうございます。明日も頑張りましょう。次、橋口さん、いつも拝見させていただきましてとても良い番組だと思いました。嬉しいですね、ありがとうございます。年内5万円、1月前半から後半から2月の頭に低所得者に30万円で間違いないですかね。久保さん教えてください。これはね、分かりません。私が決定をしてるわけじゃないんで、ただ流れてくる情報を集めると、んこうなんじゃないかなっていうふうに私なりにね、解釈をしただけなんですよ。で、政治ってのは一朝一夕に、作れないのと同じような感じですね。朝令暮改がよくあるんですよ。朝決まったことが夕方変わるってことがありますんで、やっぱりね、何度も私動画の中で言ってますけども、この手の中に現金使うまでは歌方ですから、いろんな説がある、そのいろんなのの一つなんですよ。ただね、私は自分が希望していることを決定権者に伝えまくることで自分の希望が通るっていうふうな、そういうふうなね考えも持ってます。ですんで、出る出ないにかかわらず官邸に働きかけることは私たち国民ができる唯一の行動ですから、その唯一の行動ぐらいはやっていきましょう。私たちはね、打つ手が少ないんですよ。だからその少ない残された打つ手も使わないとなると、もうお手上げですからね。そういう意味を込めて放送しております。次、ゆりばらさん、勘違いじゃなくて知らないのでは。ゆりかごから墓場まで超裕福だからじゃない、知る権利の放棄ですよ。ああ、面白いですね。知る権利の放棄、そういうことも言えますね。次、高橋光一さん、国民の税金返せ。そうなんですよ。私が言いたいのはね、ばらまきの5万円10万円って麻生さんはなんか言っておられますけども、吸い取った税金から比べたらほんのお釣りお立ちみたいなレベルですよ。去年私からいくら税金踏んだくったんですか。5万10万なんてじゃね、ほんとお笑い草花紙にしかなんないですよね。他の方も同じだと思います。苦労して稼いだお金の大体半分ぐらい分取っていくわけですよ、税金っていうのは。社会保険料とかね、他の名目で。いや、ひどい話だと思いますよ。もっともっとね、税金を軽くして給付を増やす、社会保障、福利厚生を増やす、これでも日本はびくともしないぐらい素晴らしい国なんですよ。で、どうかね、その事実を私たちに対して隠さないでほしいところですね。次、佐藤さん、いつもありがとうございます。最初、総理大臣が年内5万円、来年10万円って期待されてたのに、他の党、麻生氏のダメ出しにより、一律特別定額給付金ではなく、世帯で困っている方々に給付金配ろうって流れになってしまいました。周りの党から意見聞いて、国民の声をうやむやにしていた形になってしまいました。残念ですね。国民の投票で政治家になっておいて、選挙活動の時は、論弁並べて当選したが、ために国民を欺けてますね。詐欺行為です。はい。詐欺行為だと思います。で、やっぱりね、権力を持った人に言うことを聞かせるのは私たちの声なんですよ。だから官邸にメール、事務所に電話、これは少なくともできることなんでやっていきましょうということを私はね、呼びかけるために毎回毎回動画を作っております。ぜひよろしくお願いします。5万10万に限らず、これからの日本の舵取りを権力者も打つ手がなくて困ってると思います。だからね、ずっと安倍政権の時に景気は緩やかに回復しているって言ってるんですよ。どんどん下がってるのに緩やかに回復しているって、全然回復してないやんみたいな。で、しかも消費税を値上げというね。で、日銀は
回復基調にあるとか言ってね、いや回復してないし基調って何やみたいな感じですよね。新しい言葉を作ってごまかそうとしても、ダメですよ。現実は現実は理想に寄り添ってくれない、それが今の自民党政治でございます。早くねもう変えてください。総裁を西田昌司さんを希望します。その他の方もいい人いると思いますけども、あまり議員さんの名前知らないんで、はい、次です。麻生お殿様の貯金やいつでも10万円のご飯を食べてもらえるように今日も汗水流して働きました税金滞納しないよう明日も頑張ってますというね、まあ、やけくそでございますね。私と同じようにねもう褒め殺しに入っております。猫さん、私のようなものが電話しても聞き入れてくれないので、皆の代表で今後も世の中良い方向になるよう久保さんよろしくお願いします。いやこれは違うんですよ。ね、1人が100歩行くんじゃなくて100人で1歩ずつ行った方が効果高いんですよ。私が吠えるのはね、もうすでに当たり前になってるんですよ。だから効果がないんですよ、実は。やっぱり、あれ、こんな人まで言い出したのかっていう風なのが効果があるんですよ。ですんでね、猫さん、猫の手も借りたいって言うじゃないですか。ぜひ、お電話の方よろしくお願いします。猫さんの声の方が今、影響力があります。お願いします。次。美咲さん。来世は貧しい家に生まれてくださいね、太郎くん。一生納税に苦しむ生活を味わってください、ね、もう麻生さんはね来世があるんでしょうか。ここまでひどいことしてきて、大沼さん、あ、高井さんですね。毎日国に特別給付金の訴えをメールしました。でもなかなか国民の声は右から左に流れてますね。まだね声が足りないです。同じ人が何度もやるよりもたくさんの人がいろんな立場から言った方が効果が高いんですよ。だから私なんかが言っても効果がないんじゃないのって思う人こそやってください。もうすでにこんなとこから声が出るようになりましたよっていうふうにビビらせることになりますんでね、よろしくお願いします。 YouTuber が喋ってるよじゃダメなんですよ次、鈴木、さん。国会議員でのほほんと偉そうに対、ね、なんでしょうね。ありがとうございます、コメント。はい、次、田上さん、いつもありがとうございます。久保さん、一刀両断発言すごいね。何かありました？私からも言わせてください。麻生のおっちゃん、ヘリコプターマネー知らんのか。麻生のおっちゃん、久保さんが相手になったらで私もね大したことないですから、すみません。あ、でも嬉しいです、ありがとうございます。次、じゅんさん。高くて2000円ぐらいのうなぎは食ったことあるけど10万円のうなぎはやばすぎて草。10万円のうなぎ食べたいので10万円給付してください。そうですね、現物支給でうなぎが届けられたら面白いですねありがとうございます。太子さん、いつもありがとうございます。そうです、国会議員の給与半分、捕まった議員給与返金、税金の無駄遣いです。国会審議も寝てるし、真剣に国民のことを考えてるのか、楽しく旅行行きたいですね。その通りですね。はい、りょうさん。久保さんの思いに全く同意です。コロナ対策もできてない政府に言われても説得力がありません。ありがとうございます。次、貯金が増えた人は麻生さんと懲役に行ってる人懲役に行ってる人ね、増えましたね、確かに。はい、カールさん、メールありがとうございます。返信届いたでしょうか。次、褒め殺し原口さんね。そうです、今回はね切り口を変えてやってみました。クリスタルソーダさん。昔ね、クリスタルキングっていうね、なんか歌い手さんいらっしゃいましてね、You are Shark と言ってね、北斗の拳歌ってましたけどね。私はメロンソーダが好きですけどね。国民が苦労してる中、自分たちは甘い汁を吸ってるだけ。私たち国民を殺す気なら殺しますとはっきり言ってほしい。殺されたくない。はい、次、原口さん。どんどん喋ってください。はい、どんどん喋らせてもらっております。次、高橋さん、小玉さんですね。久保さん、この顔は、ゼニガメの顔だよ麻生が豊満だ。私は貯金なんて1円もないよ。麻生の懐が増えただけだろう。久保さん、麻生ますます好きになった。笑ってしまった怒り、船の怒りの方がかっこいいよ怒りソースってのありましたけどね。はい、いつもありがとうございます。佐藤さん。発想貧困な議員にはエネルギー消費してもエネルギーの無駄遣いだけど、 YouTube で愚痴るのはある意味気楽です。まあ私も気楽にやらせてもらってます恐れ入ります。ねねさん。麻生さん、財務大臣としてはポンコツですね。頭のネジが取れちゃったんですかね。
イカれた大臣はいらないですよということで、多少、まあ、イカ臭いというね、話でございました。はい。あ、マチコさん、いつもありがとうございます。マチコさんもね、コメント恥ずかしくなると伝えてましたね。大丈夫です。あ、これね、ありがとうございます。大丈夫ですよ。ね、なんでも。必ず1日1回コメントすれば、ご隠居様の凄さが心から伝わる。いや、もう、ちょっと恥ずかしいですよ。本当にね、私、大したことないです。マチコさんがね、すごく立ててくださってるのは、これは本当に、恩に来ます。これからもよろしくお願いします。はい、次、佐藤さん。マチコさん、信者内のコメントどうもありがとうございます。マチコさん、もうどんどんね、信者でよろしくお願いします。私もね、マチコさん信者でございますからね。信者同士でみんなでね、巨大宗教をやっていくような感じで楽しいんじゃないですかね。次、のんちゃん。麻生大臣はいいもの食べてるんでしょうね。うちは5人で20円うどんとか400円の弁当が半額になるのを待ってます。これですよ。国民のね、現実ですよ。どれだけ上級国民なんですかね。同じ生活できますかって言いたいです。麻生さんは月何百万ものお給料をもらえば生活が不安にならないです。お給料も10万円ぐらいにして持って生活してみてほしいですということで、麻生さんとかね、お金に困らない人生ってのもあるんですよね。私たちの気持ちはなかなか伝わっていかないんじゃないかなと、悲しいですけどね。まちこさん、はい、動画伝える声、伝え方がなんと何回も聞きたくなるご隠居様の素晴らしい動画と声にますます大ファンになりました。ご隠居様の独り言がすごすぎです。菅総理へ電話、ツイッターでバンバンやります。ありがとうございました。こちらこそでございます。次、平日美さん。1500円がドルに変わってた。あ、これは別のコメントがちょっとってことなんですかね。はい、次。そうですよ、私なんか1人4人分の食費1500、あ、これですね、1500円に抑えているのに、麻生は10万円のうなぎ、とっととあの世に行きやがれと言いたいぐらい。毎月10万最低でもばらまきではなく税金の一部を返せ。ここですよ。あのね、税金を払って私たちね、お釣りまだもらってないんですよ。麻生さん、お釣りくださいね。月に10万でいいんで。月に10万もらっても納税の方が大きいですよ、大半の人は。次、佐藤さん。俺コメント恥ずかしくなるよ。恥ずかしいですかね。はい。で、あとね、ちょっと反映されてないんですけども、あ、ここか、こうやればいいのか。あなた分かってるじゃんって書いてくれてますね。私はまあ分かってないかもしれませんけども、分かってるという評価をいただければ幸いでございます。じゃあこんなところかな。はい、16分にわたってコメントを読まさせていただきました。いささかでもですね、皆様の心がすっきりとして次への希望につながっていただければ幸いでございます。私もね、別にいたずらにこの動画をね、たくさん撮ってるわけではなくて、皆様に、こういうふうな考え方ってどうですかね、なんか参考にならないですかねっていうふうな問いかけのためにね、上げさせてもらってます。おかげさまでね、いつも視聴してくださる方が増えるばかりで、少しずつ広がっているんだなと思いますけども、特別定額給付金の5万10万に関しましてはね、もう一回私ね申し上げたいんですけども、これね、仮に年内5万、年明けに10万、合計15万が出されたとしても、それで終わったら私たちは結局は自分の人生、自分で責任を持ってやっていくしかないんですね。だから定額金くださいくださいっていうのも、無限には続かないですから、それこそ私たちは自分たちの気持ちを汲んでくださる方を、正確にね、国会に送り込まないといけないんだろうなと思います。それこそね、個人的な好き嫌いを抜きにして、私がいつも思うのはね、その N 国党の立花孝志さんとか、れいわ新選組の山本太郎さんって、実力とは違うような評価を受けてるんじゃないかなと思うんですよ。で、おそらくこの2人っていうのは、私たち国民の意思を反映させる最後の2人なんじゃないかなと思うんですよ。この方たちでもダメだったら、もうね、諦めるしかなくなって、権力者に屈するしかないっていう風な、そんな寂しく冷たい日本が永遠に続くんじゃないかなと思いますよね。で、自力で何とかする人はもうすでに人の面倒を見てね、街頭に立ってみんな頑張ろうぜって声を上げることもなくなって、あ、自分だけは自分の力で自分の人生やっていきますから、はい、苦労された皆さんさようならみたいになっちゃうと思います。やっぱり出る杭をね、打つべきではないと思いますし、なんかね、今までと違うムーブメントをせっかく起こしてる人の水を差しても、結局は私たちの暮らしが苦しくなるばかりですし、可能性とか権利がね、奪われていくだけなんじゃないかなと思いますよね。
皆さんはね、どういうふうなお考えをお持ちなのか、またね、コメント欄書いていただければ幸いでございます。こうやってたくさんコメントがつきましても、なんとか返信をするか、こうやって動画でね、お返ししたいと思います。皆さんのコメントですとか、それから閲覧数が私の新しい活力ですよ。それではね、とにもかくにもいろいろ言いましたけども、特別定額給付金を出していただけるように、また官邸にメール、事務所に電話、これ繰り返していきましょう。そしてできる方は地元の自民党の事務所にね、ぜひご訪問ください。しっかりとした細かい話ができると思います。それでは本日は以上です。ご覧いただきましてありがとうございました。